はい、どうも皆さんこんばんは、最低マンです。ゼルダのです。風のタクト、今日もやっていきたいなと思います。皆さん毎回ね、ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。はい、ということで、前々回ぐらいのパートかな、前々回ぐらいのパートで、冒頭最初始まった時と終わり際の声が全然違うかった最低マンです。前々回かな、風のタクトのパートで声のトーンが全然前半と後半で変わってるパートがあるんで、気づいた方はいらっしゃったかなと思うんですけど、そんな意識してたつもりはないんですけど、これとりあえず風を吹かせましょう。多分今パラセールで飛んでも届かないと思うので、西ですね、西から風を吹かせます。東南の風吹かせましょう。はい、これで、あそこに到達できるんじゃないかなと思うんで、行きましょうか。さあ、私は鳥になる窪塚洋介。さあ届くか。まあ風を使うことによって俺はナウシカになると、風の谷のナウシカになるという、そういうことです。魔法力がギリギリになっているんですけども、俺は自信があるぜ。到達する自信がな、自信が、届いてるけど高さ足りない。はい、ちょっとさっきのは一発であそこから直で行こうとしたからダメだったので、一度ちょっとこの孤島を経由することにしました。この孤島を経由することによって、ここから禁断の森に飛ぶには北西の風に乗らないと難しいと思います。それと上昇気流をうまく使うことです。上昇気流っていうのは多分こいつのことですね。これと北西の風、これをちょっと吹かせます。東南の風吹かせましょう。これ吹かしていく。ちなみにさっきから風だ風だみたいなの言ってるのは諸葛孔明です。元ネタはこれ、とりあえず上昇気流を利用していく。これでいきます。ここから直接行きましょう。なんか飛んでますが、これは無視できるか、よし、はい、到着しました。たわいない。ちょっと冒頭のちょっとしたミス、ケアレスミスはちょっと見なかったことにしていただきたいんですけども、簡単に突破することができました。さあ行きましょう。新たなダンジョンですね。禁断の森来ましたね。まがまがしい禁断の森。皆さん、まずはゼルダの伝説で大事なことは概要を見渡すということです。これによって、大体全体像みたいなものが見えます。七ゼリか。とりあえず、こいつらは順番に片付けていきます。概要を見渡すっていうことが非常に重要になってきます。ゼルダの伝説のダンジョン攻略で。ゼルダの伝説のギミックって結構上の方になんかスイッチがついてたりとかすることが多いので、この全体を見渡すってことは結構、これはゼルダシリーズ全てにおいて大体やってることですね。さあ待て、とりあえず体力回復していきます。でだ、これが、これが通れないってことか。なるほどな、どうするか。待て、向こうにちょっと宝箱あるんで、あれだけちょっと見に行きましょう。どこかの何かのパートでちょっと話したことがあるかなと思うんですけど、ゼルダの伝説がなんか実写映画化するみたいな話があるみたいな話を、何かな、トワイライトプリンセスかな、ゼルダの仮面か何かでしたと思うんですけど、ゼルダの伝説ってさ、日本のゲームじゃないですか。でもキャストに絶対、これ多分ダンジョンマップです。キャストにさ、絶対日本人を使っちゃいけませんよね。リンクを小栗旬あたりがやったら絶対大失敗します。なぜなら小栗旬は日本人だからですね。外国人は外国人がやらないとちょっと大失敗しますね。ゼルダの伝説が実写映画化するかどうかわかんないんですけど、何でもそうなんですよ。なんか日本
ルパン三世って日本人じゃないじゃないですか。なのに小栗旬がやっちゃったからなんか変な感じになっちゃったんですよね。だから何でもそうなんですけど、外国人は外国人がやらないと、日本人は日本人がやらないとおかしなことになります。ドラゴンボールとかでもそうなんですよ。ドラゴンボールはあの外国人っぽくないじゃないですか、悟空が。だからおかしなことになってたんですね。これぶつけろみたいな、違うんだ、ぶつけろ的な、そうじゃないのか。あ、そうだそうだそうだ、なんで一発目ダメだったんでしょうか。 OK、 突破していきます。だからジャッキー・チェンとかが孫悟空やればよかったんですよ。あのドラゴンボールね、ドラゴンボールの実写化はジャッキー・チェンが孫悟空をやればある程度俺成功してたんじゃないかなと思います。わかんないですけど、ジャッキー・チェンが悟空やればどうですかね、画期的じゃないですか。さあ下もちょっと気になるところではあるんですけど、まあとりあえず足場乗り継いでいきますか。あの右行きます、右の足場をパラセールを使っていきます。 OK です。だいたい成功する、実写映画化して成功する漫画っていうのはだいたいそうなんですよ。流浪に剣心とか、あの佐藤健くんがやった映画あるじゃないですか。あれ大成功したのは剣心が日本人だからなんですね。日本人っていうのもあるし、ぶっ飛んでないんですよね、そのキャラクターが、っていうのもあると思います。よし、だから進撃の巨人って実写映画化しましたけど、そこまでヒットしなかったのはザ・アニメみたいな感じになっているので難しかったんじゃない。ちょっと待って、これ爆弾じゃないのかっていうふうに僕は考えてますが、よし、突破していく。 OK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 、 あれ、マジかマジか、爆弾で無理だったら、はい、爆弾でした。なんで爆弾でダメだったのかと言いますと、リンクが近づくとここの鼻閉じるんですよ。なので遠くから爆弾を投げ込まないとダメだったっていうことです。今俺ここまで来て置いてたんでダメだったんですね。なるほど、あのギミックはもう解決しました。さあ次なんですけれども、ここか、ほう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 、なるほどね、コログの内輪をあの風車に当てろってことですね。そしたら近づいてくる的な。なるほどな。これなんかブレス・オブ・ザ・ワイルドの祠攻略っぽくないですか。で今度は向こうの風車に当てるということですね。これちょっとブレス・オブ・ザ・ワイルド思い出しますね、このギミックは。なるほどなるほど、よし、これ風逆かな、逆回転とか、待って、逆回転なのか、こうだとこうだと、はいはいはい、なるほどな。いやなかなかブレス・オブ・ザ・ワイルドからのギミックをちょうど使ってますね。2002年のゲームなんですけどね、ゼルダの伝説風のタクトって、ちょうど原型がありますね、ブレス・オブ・ザ・ワイルドのダンジョンの。こっちもちょっと順番に倒していきます。敵の数を、頭数を減らしていきます。なんだこいつ、風か、風でしぼんだところを攻撃すると。なるほどね、よし、このダンジョンならではの敵が出てきますね。これ敵全部倒すと多分宝箱出るんじゃないかなと予想するんですけれども、出ないか、ちょっと当てが外れましたね。上にちょっと風車みたいなのがあるので、あれは違うのか、上の風車届かないよね、さすがに、さすがに無理ですね。どうするか、あ、これだ、これで順番に上がっていくってことか。
はい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 。ということですね。またこれだ。これは爆弾を遠距離から当ててやれってことなんですけれども、多分あの奥になんか破壊できるものがあると思う。なので風でこれを引き寄せて運んでいけってことだ。よし。ちなみにコメントでいただいていたんですけど、バメドウってメドリちゃんの名前から取ってるらしいですよ。リスナーさんのコメントで教えていただいたんですけど、バメドウってちょうどリトのあれですもんね。左だ、左。これ回転が、よしよしよし。いやこれ結構回転シビアですね。これ当てれば戻るよね。いや結構シビアだな。こっちか、そうだ、こっちだ。よし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 。運んで雪、これは直接壊せますね。でこれをぶつけろってことか。乗ってとりあえず置いて落ちないようにして、で風で戻ると。OKOKOK。 下に宝箱が一つ見えるんで、あれもちょっと入手しておきますか、破壊した後に。先にちょっと入手しておきます、下の宝箱。よし。多分ね、僕の予想だとコンパスだと思います。よし、多分コンパスじゃない、なんだこれ、ルピーかルピーか全く分からなかったな今。はい、ちょっともう一度身を運んで扉開けたいなと思います。はい、破壊に成功しました。いきましょう。あ、このマークあれじゃない、小切りの盾のマークじゃないですか。違うかな、小切りの盾っぽいマークですね、この扉。ちょい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 出てきますが、うわーっと、なんすかこれ、どういうことだ、風か、どういうことだ、効かないよね。どうする、どうする、皆さんどうしますかこれ。逆サイドも無理だと。皆さん、俺には分かりました。ロープだ、ロープで引きつけろってことだ。違うか、分かった、ここから風を起こして、なるほどなるほど、このコログの内輪を使ったならではのギミックというわけか。で投げ込んで、この遠距離握るときはあれが開くんですよ。なのでそのところにぶつけろってことですね。よしよしよし。結構ね、前回のなんだ、なんだこのでかいつぼみみたいなやつは。で左にも行けると、右に実があるってことか。前回のダンジョンに比べれば相当難易度が上がってます。難しいです、前回のやつに比べると。下パラセールで多分あそこは飛べないので、風を使っても多分飛べないので、どこかから行けるところを探れってことだと思うんですが、どうする、どうする、パラセールでも多分飛べないよね、あの高さ的に。どうするか、これだ。やっぱこう概要を見渡すってことは重要ですね。よし、それで突破していくと。で、あそこに鍵がかかっている場所があるので、とりあえずあそこまで行くか。で鍵がかかっているところと実があるじゃないですか、あの実を運んでいけっていうことだと思います。ここもちょっと難しいですが、僕はもうゼルダの伝説は百戦錬磨です。軽くしっかりと突破していく。 OK で、
ここも乗り移り、ぶつぶつけると。OK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 。で、向こうに鍵がかかった扉があるので、鍵もどこかで入手しないといけないですね。あとコンパスも入手していないので、コンパスもどこかで回収しないといけませんが、お、宝箱か。下になんか気持ち悪い奴らがいるが、お任せください。こいつら、ああ、助けてくれ。宝箱、とりあえず宝箱あげよう。何？いらない。命を張ったにもかかわらず、命を張ったにもかかわらず10ルピーだと。よし、マジかこれ。もうこれやめてくれ。トワイライトプリンセスになんかこんなやついましたよね、まとわりついてくるやつ。こいつちょっと無視していきます。コンパスが全然手に入らないな、このダンジョン。焦らずに進んでいけってことですね。このギミックもゼルダの伝説の、あの針が前方に出るギミックあったじゃないですか。あのギミック、時のオカリナから採用されたギミックを使ってますね。ほら、ここも出るからこっちから回っていく。うおーっと、回っていく。よしよしよし。あとドラクエビルダーズの話なんですけど、ビルダーズがね、全然出ないんですよね。発売しないんですけど、ビルダーズが発売すれば、ビルダーズと風のタクトを、同時併用でやっていくことになります。なので、ビルダーズね、6月にまた情報が出るかな、出てくれるかなとは思うんですけど、ちょっともうちょっとね、ビルダーズに関してはお待ちいただけたらなと思います。風のタクトはね、ほぼ、休まずに更新していきますので、お待ちいただけたらなと思います。この壺はどういうあれなんだ。この壺を使ってあそこをぶち破れということなのか。壺で叩き壊すみたいな。違うか。あったあったあった、爆弾だ。あの爆弾を使えってことです。そう、こいつを使いまして、これでとりあえずここを破壊し、何、壊れない。 OKOK、 壊れて、これが多分ねコンパスですね。うん、コンパスです。そうですね、コンパスを入手していく。これ当てないと失格みたいなこともないんですけど、俺はあえて予想を続けていきますよ。今後ともゼルダの伝説に関して、今後とも俺は予想、ゼルダ予想を入れていきます。皆さん分かりますかね、これ爆弾を、こ、ダメだ、違いました、すいませんでした。よしよしよし、そこ行けましたね。あそこから円筒で放り込めるが破壊できました。これで普通に行けば突破できるかなと思うんですが、もうわからない。慎重に行こう、ゆっくり行こう。よし、止まるから右通れるんで、通れないか、こっちか。おお、で、よし、行けました。これが多分小さな鍵だと思います。よし、小さな鍵を入手していく。で、先ほどの、小さな鍵がかかったところにもう一度戻りたいと思います。まあ、帰りはパラセルで一発で帰れますね。よし、結構難しいっすよ、このダンジョン。前回のダンジョンに比べると相当難易度が上がってます。よし、
こいつらを無視していきます。で、小さな鍵を入手したので、先ほど通れなかった左の扉から先に進んでいくと。よし、そろそろね、チェックポイントらしきものが欲しいんですけど、全然出てくれないな。はい、ということなんですけれども、ちょっとね、ダンジョン攻略の続きなんですが、一旦ね、この辺で終わりにしようかなと思います。また次回ね、このダンジョンの、まあ多分ボスに会えるんじゃないかなと思うので、また次回もやっていけたらなと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。